スタミナの違いで徐々にパパチュルの勢いが止まっていく。頑張れ頑張れ。カウンター攻撃出ない。レンチュルの勝ち。ペッコマ、皆さんこんにちは、レンチュルです。今日もご視聴ありがとうございます。今日紹介するペッコマはこの真っ白のペッコマです。それではパパチュルくん、作り方のご紹介をよろしくお願いします。皆さんこんにちは、パパチュルです。レンチュルです。今日はレンチュルから長い時間回るペッコマが欲しいなんて言われておりまして、じゃあそのペッコマ作っていこうかななんて思います。では早速、進めていきましょう。まず最初に材料を紹介します。ペットボトルのキャップ、プッシュピン、電動磁気使用の替え消しゴム、テーピングテープ、結束バンド、ビーズですね。大きいビーズが12個、小さいビーズが14個ですね。ここまでがペッコマを作る材料になります。こちらがペッコマで遊ぶときに使う道具です。ベーゴマスピンヒート。そして我が家では30センチの直径のお皿、これを使っています。それでは作っていきましょう。最初は蓋にピンを刺します。無事刺せました。次は消しゴムを刺します。無事刺せました。試し打ちをします。いい感じで回ってますね。これで進めていきましょう。次はキャップにテープを貼り付けます。無事貼れました。いよいよブレードを取り付けます。今回はもう一つ作ります。2本通せ終わりました。これを次はゆるく輪っかにします。次にいよいよブレードを取り付けます。最後に余分な結束バンドを切り取ります。完成です。それではバトルしてみましょう。右側の今回作ったペッコマをレンチュルが、左側の前回作ったミラクルライトをパパチュルが使ってバトルをしています。ファーストバトル。3、2、1、ゴーシュ。いけ。おっと、カウンター攻撃決まった。パパチルの勝ち。セカンドバトル。3、2、1、ゴーシュ。いけ、激しい当たり。激しい当たりだ。スタミナ勝負か。レンチュルの攻撃がパパチルには効かない。しかし、スタミナの違いで徐々にパパチュルの勢いが止まっていく。頑張れ頑張れ。カウンター攻撃出ない。レンチュルの勝ち。レンチュル、パパチュル1対1、ファイナルバトル。3、2、1、ゴーシュ。さあ、お互い激しいシュートだ。いい攻撃が来る。さあ、攻撃してこい。カウンターしてやる。粘るんだ。さあ、スタミナ勝負の雰囲気になってきましたね。そうですね。こうなるとパパチュルの方は、レンチュルの勝ち。
ただいまの勝負、レンチュル2ポイント、パパチュル1ポイントで、レンチュルの勝ち。イエーイ。ミラクルライトは防御力が高くてカウンター攻撃が強い駒なんだけど、スタミナがないのが欠点なんだよね。レンチュルが今回使ったペッコンはスタミナがすごいある感じだったね。とにかくそのスタミナで完全に敗北しました。さすがレンチュル、参りました。さあレンチュルくん、恒例のこの時間がやってまいりました。今回もやっぱりペッコマの名前決めちゃってるのかな。決まっちゃってるに決まってる決まってる。よし、じゃあその名前を発表してください。どうぞ。ホワイトカイザー。ホワイトカイザー、ホワイトカイザー、これどんな意味なのかな。連中かっこいいから。かっこいいからっていうことですけどね。了解了解。ついにあんまり意味のない名前が来たような気がして、ちょっとパパチュが今テンパっております。じゃあいや、じゃあ今回のペッコマはホワイトカイザー、これで決まりです。ペッコマペッコマペッコマ、おっとペッコマ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 、この絵をお届けできないのが残念です。ペッコマペッコマ、じゃあ今週はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。Thank you.